はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイ。というわけでね、今回がついに来ました。フェラルフォード120日目の、嘘です。ごめんなさい。210日目のフェラルフォード。いよいよですね。ベッド設置し直した。ベッド設置し直して泣くね。忘れてた。OK! これ大丈夫です。今日で、この世界に決着がつくのかどうか。いや、これは危険だからやめといた方がいいよな。これさ、強いんだよ。強いんだけど、多分、あれなんだよね。離れられなくって、離れ方わからなくなって焦って死んじゃうコースになると思うんだよね、この武器。だからちょっとあんまり使いたくないな。よし。ちょっと待って、ロードも兼ねてね、ちょっと早めの時間からスタートしてるから。応急。コーヒー。ベッドではもう休んだ。ウェルレステッドついてる。スチール。ドラム缶いらない。コーヒー予備ある。オイルいらない。21時になるね。あれ作るか。リペアキット。何だ。ダクトテープも必要。ダクトテープ。イエス。これしまって、これしまって。よしよしよし。銃もう一回リペアしときましょう。おー、持て。違う。1個でリペア。オーケー。で、このリペア。よし。さあ、移動するか。他に欲しいのないよな。シールアーマープレートにするか。これ壊れてんな。防御力なんて意味あんのかな。行きましょう。もう行きましょう。ロードは済んだかな。フェラルフォードカクカクでは迎えたくないな。さあ、これが決戦の地。ここでカヤコを何体 ?3 体か4体ぐらい倒せばいいのかな。チェックしてくんの忘れた、コメントを。確か3体だった気がする。このトラップでガシャコンガシャコンガシャコンってやればいいのね。楽しみだね。AK とか連射できる系の銃持ってった方がいいのかな。もう手遅れ感半端ないけど、AK 持っとく？この低品質 AK を。よし。ショットガンも高品質だから持っとくか。アイテム持てねえじゃん。まあアイテムなんて持つ必要ないから。リペアキット。レンチとかもしまっとく。何がいらない。レンチ。アックスは死体解体に使うよね。こんなもんでいっか。インベントリの回収はほぼほぼ行わない形でいきましょう。よし、いいんじゃない。石化の準備は OK よ。あ、ベッドもあるね。あ、ここ
抜けれる形にしとくの忘れてたな。そうだ、ここ抜けれる形にする予定だったのにね。まあいっか。エルレステッドついた。あ、草とかも生えてる。あ、草生えてる、草生えてる。キャンプファイヤーしたいかな。キャンプファイヤーないね。作れないわ。いやー、ドキドキする。どうしよう。いけるかな。大丈夫？ショットガン。よし。オーケー。寒い。寒い。こんな時に寒いのはダメだって。ちょっとこれ強化しとこう。3番目取ろう。キャンプファイヤー触るついでにやったら終わりだわ。よし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 。よし。気合入れてくぞー。頑張るぞー。待って、大丈夫。いい連打する。いい連打、いい連打、いい連打、いい連打。で、ゾンビが湧かなくなったら、リログ。リログして。リログとかそういうのなしでいけないかな。無理なのかな。あ、上に松明とかつけてきたかったな。松明が作れないか。これって明るいんだっけ、周り。でも石がないから。今更間に合わないわ。上を照らす計画は間に合わねえわ。もう。ちょっと先にやっとけばよかった。上を照らすっていう頭が回らんかった。ろうそくあったな。今から言ったら俺無理だよな。無理です。やめます。さあ、始まりました。第何回か知らないフェラルホード。ゾンビはまだ湧いておりません。ゾンビはまだ湧いておりません。まだ湧いておりません。やばいです。やばいです。湧き潰しが働きすぎております。マジか。マジかよ。距離が近すぎるのか、距離が遠すぎるのか。ちょっとこっちに移動して。あらー。あららららららら。距離が遠すぎると見た俺は。フレーム15ぐらい上に上がってみよう。一回ダメだこりゃ。前湧いてたじゃん、ちゃんと。実績はあるんだ、実績は。湧かないです。平和すぎる。それはダメだ。というわけで一回リログしてみましょう、試しに。でもリログしたらさ、重くなるんだよな、そこ。いやー、それは嫌だな。それは嫌だな。重くなるのはごめんだな、今日。せっかくあっち側でロードしてさ、カクカクにならないようにしてきたのに。カクカクの中でエグゾリアで戦うのはないわ。決戦延長とか嫌だぞ。だからといって俺、後ろに帰ってゾンビ沸かせる勇気はないんで、OK 湧いた。
さあ、沸きました。ゾンビは上で歩いております。落ちてきました。第一ゾンビパーション。あれ？ゾンビ全然降ってこないのだが。ちょっと嫌な予感。あらまあ、ハッチに向かって走ってらっしゃいますね。これは失敗か？これドア作戦失敗じゃないか？しかもあのゾンビどこ行ったし。ちょ、ドア壊そっか。ドア壊しましょう。よし、壊した。走り回ってんな。よろしくないですね。お、銃乱射ゾンビだったわ。これぐらいのペースだったら全然回収できるような。お、なんかいいペースで降ってき始めたね。いいよ。こういうのんびりペースだといいよ。いいけど多分このペースだと間に合わないかな。でもなんかやばいゾンビが出てる気はするね。やばいゾンビ率今んとこ高いっすよ。無理かな、今回もしかして。上の斜面がいらなかった気がするな、俺。誰だこいつ、強かったぞ。なんて読む、将兵って読む、将軍。そうだ、スラッグ弾撃つか、ショットガンで。誰が降ってきたかもわからん。平和すぎるな。ちょっと平和すぎですね、これは。困りましたね。困りましたね。このペースじゃ多分エグゾリア到達できないっすね。そして俺の食料が持たない気がする。寒すぎて。焚き火を近くに置いとくべきだった。よいしょ。頑固親父ゾンビ。
腹が空いてしまった。万全の準備のつもりが、うらしょ、危な、びっくりした、めっちゃ乱射しとったやん。誰お前、やべ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 、よし待て待て待て、止血してる止血してる止血、ガッチガチに硬いゾンビ、ガッチガチに硬いゾンビが来たわ。お腹の減りがやばい。やばい。平和的すぎるぞ、フェラルフォード。湧き層をでかくする必要があるのか。なんかいい感じのトラップって感じになっちゃってるじゃん、もう。綺麗に運用できてるバージョン、どうすんのよそれ。死体回収までできるいい感じのトラップになっちゃったじゃん。敵の量が調整されてて、ゾンビは地面から生えてくるからね。フェラルフォードの日に生えてくるゾンビを刈り取るトラップ、ん？何でお前死んでんのそれ。俺リセットしてない、落下しかな。とりあえず課題はできたね。ゾンビが降ってこないのと、もう一つは寒い、焚き火をもうちょい近くに置いてあげないといけない。ゾンビ降ってこないのが問題だな。あれ銃持ってた気がするな、今チラッと。なんか変なの持ってるよねあいつ。殴って、うわこいつかよ。青だったのか、まさかの雷バット、雷神。今回はちょっと朝になってしまいそうですな、このペースだと。いい感じに二人降ってきたけど、続けざまに来たか、ちょっと期待したけど、そんなことなかったね。ちょ、撃ってみるか。来てくんないっすね。お、走ってるやつがいる。けれども真ん中には来ない。だから上でハッチ作って、あれのせいで走り回らないんだよね、ゾンビがハッチに向かってって。だ本来は上でくる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 走り回って、そのうちに落ちるっていうのが一番良かったかもしれないな。逆にあのハッチのせいで走り回れなくなって、ゾンビが引っかかるようになっちゃってるから、落ちてこれないっていう、落ちてこれないで次のゾンビが湧いてこれないっていう、なんか残念な感じになってるのかもしれない。
と回収が必要ですね、これは。しちゃうか。今回は絶対見れないわ、カヤコは。カヤコじゃない、エグゾディアは。なんか降ってこなかったしたい。気のせい？これでエグゾディアは無理っすね。降ってこないゾンビが。全然降ってこない。ほんのマジ。一応ハンテッドであるんだけどね。どうしよう。前回ガチガチに強化しちゃったよね、コンクリート。あれ全部撤去しないといけないわ。うわぁ、大変だな。大変だな。16。でも全部じゃないかもしんないから。それとももう今みたいにはまる感じじゃなくて、斜面の下にこのポールがあるよぐらいでいいかな。ポールをあと2個ぐらい伸ばして。これじゃダメだしね。ゾンビが降ってこないっすね。砂漠みたいにポト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 降ってこないと。あれぐらいのペースじゃないと来ないっすよね、多分。ガッチガチ？ガッチガチに硬いゾンビ。こいつ誰？お、なんか降ってき始めた。爆発してんじゃねえか、おい。何あいつ、頭悪いの？なんで上で爆撃してんの？もう絶対俺の今土飛んでったの見えたし。脇層ぶっ壊されてるが、それはやばい、それはやばいって。なんなのあいつ、なんなのあいつ。絶対そっちで攻撃しないっていうところで攻撃してるんだけど。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。どれぐらいどう壊れたかだね。それでもまだ0時44分っていう、やべえ。寒さが止まったのが救いだわ。これは寒かったらもう床足りてないもん。10秒で1減るから。40秒しか持たないもん、よくは。あれ、手か、頭じゃないのか。いや、むしろ、ゴアブロック。あそこに銃持ってるみたいなのがいるよね。これ多分銃かなんかだもん。手かな。フェラルフォード。ダメですね。ゾンビさんダメですね。来ないっすね。画期的な罠だと思ったのにな。画期的な罠だと思ったのにな。ダメだ。どうする。
この罠をこっちに作っちゃう。こっちに。そしたらこっちで湧いたゾンビが走ってきて落ちる。いや、湧いたそばから死んでくれた方がいいから、やっぱりダメなのかな。こっちの方は泣いちゃったしな。いや、もう今からエグゾリアは無理っすね。残念です、今回のフェラルフォードは。ちょっと上の回収して、次回でエグゾリア出会えるかどうかだね。まあ、ちょうど10回死んでたし、今回無理だったんでしょう、もともと。ステージがマックス達してるかちょっと不安だしね。最近トラバサミで死にまくってるし。あいつら動く気配がない。だからっつって俺が上に上がったら、上にいるやつらが暴走。爆発させてんな。暴走してく。うわいー。あー、もうやだー。バカがいる上に。上にバカがいる。あー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 あああ。ああ、木が落ちてきた音がした。嘘だろ、嘘だろ、嘘だろ、おい。おいー。なんでそこに向かって撃つの？頭おかしい。頭おかしいって。やべえや。やべえやん。どうしよう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 。それやばい。それやばい。それマジでやばい。そこも穴開いてるじゃん。欠けちゃってるよ。やばいって。今何時？今何時？ 1 時28分。いや、もう1セットぐらいゾンビ湧いてくるだろ。そっから落ちてくるし。これ撤退か？撤退か？これ俺。撤退したらどうなる？上がぶっ壊される？きっと。まだまだあいつ落ちてきてないもんな、本体。ロケランの。こっから落ちてきたらどうしよう。やばいやな。そりゃまずいって。そりゃまずいって。見てよ、こっちかけちゃってるじゃん。もうこっから降ってくるじゃん、ゾンビ。それまずい。こっち？こっちにもトラップ設置しとく？こうしとく？こっちだよね。こっち、これ多分ジャンプしたら当たるやつじゃね、俺。これでどうにか そっから撃ってきたゾンビも 処理されてくれるかな。やばいじゃん。てってくれてくれてて。どうしよう。じゃあもう走ってくるゾンビをこれで受け止める俺が。あっちにさ、こっちあるじゃん。こっちあるじゃん。こっちにブワーって並べて、走ってくるゾンビを E ボタンを押して受け止める俺が。遠距離ゾンビどうやって処理するか知らないけど。攻撃してくんのかな？例えばさ、なんていうの？目隠しをして、フレーム。だ、向こうから走ってきます。
床が、ここが床だとして、走ってきますに対して、こうか、こうか、置けない、こうして、こっち側待てば、ゾンビ走ってきます。まあ、こっち2マスがいいな、多分ゾンビが通れるスペースぐらいで。こうか、走ってきます、ゾンビ落ちますを、俺がてて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 てつって、こっち連打しまくればいいの。いいよ、いけるかな。でもし万が一リセットに失敗した時はその時は終わりだな、逃亡するしかないな。マジか。何個足りる？あ、足りるわ。こっちに変な四角いトラップ作ってあるから、こいつをこっちに回せば。じゃあ万が一にも備えて、2列で、2列にして、俺が間違って踏み込まないようにこっちにポールつけて、ポールの後ろからカタ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 って、いい連打で、連打する感じでいくか。遠距離攻撃してくるやつがいたら諦めよっか。で、64体分けにするか。64体分けで、それでいきましょう。つってに負えないから24体にしてたけど、多分走ってくるまでに時間かかっちゃうから、64体脇にして、ここだったらこっちら辺で湧いちゃうかな。ここでやっててこっちで湧いてたわけでしょ。ああ、破壊王来た。お前だよ、おめえ。お前が俺の上壊してから。ちょっと俺不安で不安で仕方ねえんだよ、今。こいつだよ、犯人。自分の服が破壊されてるからね、もうね。モフモフなっちゃってるよ、モフモフ。姿もめちゃくちゃだよ。かろうじて警察官かなって思うけど。ダメじゃん、フェラルフォード。え、なんかこのトラップ斜めってね、錯覚。トゥ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 、ダメだこりゃ。アンディテクテッドだし、かもアンディテクテッドか。上行くか、湧き潰しちゃうかも。確か上行って、コンクリート持ってる。うわー、えげつねー。今回のフェラルフォード、こういう感じでございます。破壊王により破壊され尽くしました。脇層も一緒に破壊された。下にあったあれもなんだっけ、アックス、アックスじゃねえな、あ、これ1か。このキャンプファイア、キャンプファイアも壊されちゃった。大失敗だねこれね。あれ？こっち欠けてたよね、一箇所。あ、こっちだ、これ、これ、これ。やべえじゃん、もう、これ。
盛大にぶっ壊されてるじゃん。あっち側もだし。しかも削られ方がえげつねえ。もう今にも壊れそうな削られ方してる。やばいね。というわけで私がここにいるんで、もう今日は湧かないと思いますんで、フェラルホード今回ここら辺で終わりにしましょうか。次回ちょっと、改めて、準備をします。もうここは放棄します。このトラップは。このトラップを放棄して、ちょっと音ゲーみたいにゾンビを受けてみよう。走ってくるゾンビを受けるやつを作ってみます。それで、受けて、戦いましょう。というわけで、じゃあ今日は今回ここら辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。静止画でした。これどうすればいい俺。このままとりあえず朝4時まで待ってから落ちた方がいいよね、さみてね。で、ここはもうリペアせずに、そのまま、移動します、向こうに。で、向こうを1週間かけて作って、で、多分、こっち側は湧き潰しもうちょいやっといた方がいいかもね。うん。なんで待って、どこら辺だった？結構湧き潰しってあるんだよな。でもな、まあやっぱここら辺までやっといた方がいいよね。最低でも。最低でもっていうラインがでけえな。まあ、できる限り湧き潰しするか。うん。こっちで湧いてもらわないと困るけど。こっからこっちまでの誤差の範囲が狭いもんね、今ね。これくらいは欲しくね。理想を言えばここまでなんだよな。ここまでって相当数のキャビネットが必要になるからな。難しいね。いけるかな。つく37度って熱くね？ 37 度って熱くね？熱くね？もしかして雪終わった？氷河期終わった？もしかして、氷河期終わった？その可能性。もしかしたかもしんない。雪が被ってない。ついに氷河期脱出？次は夏？暑い暑い言い出す？とりあえず今回ここで終わりたいと思います。もしかしたかもしれない。というわけで、ご視聴ありがとうございました。暑いです。これ脱げばいい？ 17 度だからこれ脱ぐか。これ6度なんだよな、しかし。いいね。というわけで、静止画でした。溶液終わって。お願い。